ミシュバね、あれ木村パイセンとラジオやるの、はい、あ、木村パイセンのラジオなんか呼んでもらって、へー、なんかマンスリーなんで1回でも1ヶ月分撮ったんですけど、へー、2人だけで、2人だけでした、へー、あれだってミシュバお母さんが、あ、そうですそうです、大好きなんで、もちろんなんかついてきて、あ、そうなんだ、ラジオブースのど真ん中の席用意してくれ、それ喜んだでしょそう、木村さんもなんかファンなのも知ってくれてたんで、バファローボロ木村 A、 バファローボロ A さん、違います、木村拓哉さん、木村拓哉さんか、ごめんなさい、分かりづらくて、あ、ごめんなさい、いや、分かるでしょ俺らで言うとやっぱ木村さんって言っちゃうと木村パイセンって言うと A さん私のママファンじゃないですよあ、そうなんだ、すごいね、ねえ、いや、何話そうってなりますよね、やっぱり1対1になると成り上がったね、もうみちょぱ一番上まで行ったって感じ木村パイセンとだって差しでラジオやってんでしょ差しでってすごいですよね、すごいよ、なかなかないぞ、ね、いや、でもなんかその前にそのあれのラジオのなんかネットのギャオの方にも呼んでもらってて、そっからみたいな感じだったんですけど、へ、すごいね、こないだも僕ラーメン屋行って、こうカウンターだとバレない理論が僕の中であるので、で、こうこの字型のお店だったんですよ、はいはい、で、一番奥入ろうと思ってこっち誰もないってパッて座ったらちょうどこの字の真向かいに人が二人いて食べてる時ずっと目が合ってて、これは気づかれてるんだろうなと思って桜井さんがラーメンを食べてるこの仕事ってね、どうしてもね、僕は頼んでない海苔がついてきたんですよ。おうおうおう、でも明らかに目の前の人は気づいてるんですよ、はいはい、言います、お店の人に、別のものだった、僕は卵頼んでたんだけど海苔が来たんです、ほう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 、頼んだの違うんですって、あ、俺はもう言わないね、言わない、もう我慢しちゃう、うん、私も言わない、もういいや、僕頼んだ領収書まで出して言っちゃったんです細かいね、卵だったんですですよって言って細かいで言うの桜井ですっていやもう絶対気遣い絶対気遣い、あ、ちゃんと言うんだね、まあね、そうな、外国の方だったからお店の人が文字ないと分かんない、まあ文字あっても分かんないかな、うん、あの言葉だとあれかなと思ったんで、この卵じゃなくて海苔でずっと目の前の人がカウンターの目の前に桜井言ってるよ桜井言ってる、細けえなそうそう、そう当たり前のことなんだけどね、うん、なんかね食べられません、ね、やっぱりそのこの仕事してるとなんかちょっと食べられるね、嫌だって思われるんじゃないかな、ね、そうなんですね、そうそう、変に書かれたりするから平野翔と橋本環奈が夜会ハウスにおうち時間で考案したおすすめパーティー開催さらに平野がやりたかったこととは木曜夜お見てないんだな打てないっていう皆さんそろそろお時間です、ああ最後に15秒の PR 動画の撮影をお願いします、うん、ここでなのかな、ここにあるってことは、これいやすごいな、じゃあせっかくだから、はい、あでもこれつけてるし全員 入りますか、あの2人で15秒のなんか PR コメントみたいな、今日やったことじゃあ10持ってこうかな、いいね。え、俺何持ってる？何よ。バタ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 。あ、じゃあ、まあいいや。これで始める。この辺にいます。行きます。三、二、一、どうぞ。お邪魔しました。お邪魔しました。いろんなお話できて楽しかったです。僕のおすすめグッズも紹介できてとても幸せな時間でした。はい、ありがとうございました。私もあのクレープを作れて満足です、はい、美味しかったよし、ありがとうございました、ありがとうございました、収録は以上です、お疲れ様でした、すごい、はい、アレクサに言われてる、すごい、いやー面白いねこれ、すごいね、すごい、ちょっと緊張しちゃうやっぱり、迫力すごい、うん。